ゆくきん TV。 エビデイ。ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは、博多ナイルカリーです。普通に高円寺の声優行ったら、なんか博多に限らずどっかの地方のいろんなカレーやらお土産フェアみたいなやってた。うなぎパイとかもあったかな。売れ残りかわかんないけど、僕こういうの好きだから、その地方の有名店、博多のナイル、あんま知らん。博多旅行私行ったから、もう博多は庭みたいなもんですから。それのカレー、うん、博多発うまか鍋ますまささんでも買えるってことは、ここが出してんの系列店、まあもつ鍋みたいな味、わかんない、絶対うめえっしょ。早速食ってみたいと思います。はい、早速できました。黒カレーと言ってるだけある。でもね、僕も思った、具がない。よく言う、こっちにも書いてあるかな、それ書いてあるよ、具はね、いろいろ具としてもあんま書いてねえな。まあでも、あの原材料としてニンニクやリンゴ、豚肉、牛肉、生姜、いろいろ書いてある。で、全部溶け込んでるみたいなことなんでしょ？うん。でも嘘でも僕、ちっちゃいゴロ、まあでかいゴロゴロが本当はいいんだけど、ちっちゃいコロコロでも具が欲しいタイプなんだよな。ココイチの、まあ肉チンしてるけどね。ココイチの、まずベーシックは何も具がないわけじゃん。あんなもん頼むやついるのかって思うけど、きっといるんでしょ、世の中には。絶対僕トッピング乗せるけど。で、トッピングで銭稼いでんだよね、ココイチって。まあいいや、そんなココイチの悪口は。これ。具が、ないね、ほんとに。もう、たらーって最初に出した瞬間に思う。あーって。もう悲しい顔で、入れちゃう。具がないと。なるほどね。普通そんなに美味しくないぐらいかも。まずいなんてもんじゃないけどね、カレーは。うん。美味しさレベルもそんな上じゃない、うん、食うけど相当で、うん、普通がっかり、具がない。今からキムチと肉のっけよう。そりゃ声優に売れ残りとして置いてある、わからない、売れ残りっていうのは予想だけど、置いてあるだけあるよ。登録してね。黒じゃない、もう一個も買おうかと思っちゃって、興味あるから二個買わないでよかった結構悪く言っちゃってる。登録してんね。